挑戦者はキルピッコロ。まあピッコロといえば嵐クソキャラと言われてたんですが、このキルピッコロの攻め方が知的すぎると今話題に。試合を始まってペースを握っているのはセルガワ。で最初に獲得しているワンゲージアドバンテージとしてピッコロ側は生かしていきたい。さあ V 字のヘルメットが刺さる。たまに打たれたらいいだけでいいですよ。しっかりヒット確認からスパキャン。セル側はゲージのためが欲しい。あのセル側はこの距離でゲージための行動が取れるんで超強強すぎる。全然この距離で一生終えてもいい。ここに墓を埋めてもいい。墓を埋めるから骨を埋めてもいい。おいしいの刺さったが、ここには1球2。そしてか刺さらず壁があるぞ。ああ、ダッシュじゃ体ないロマンコンボ入らず、これはしっかりガードしている。エンダーで逃げて、さあまたゲージため直し。ジーズがあっと、なんかすごいおしゃこ決めようになったか。さすがにあのピッコロ大きい攻め。さあこれどうなんだ、ワンチャンあるのか。ジーズが固めるフィニッシュ。ラウンド2ゲージ有利なのでピッコロが生かしていきたいが、ファーストアタックで30点取られて、さあエンダーゲージ溜まっちゃった。攻めづらい、出張で攻めづらい。さあセル側はもう1点欲しいなと思うのであったが、高め、ダウンショットが惜しくはセル側止めてフルコン入っていく。リースに強くて見ている、回しながら見ている。面台下がってピッコロ側大ピンチ。あーどうする、クースの方がつらすぎてグライディングしたっても体力がないのでフィニッシュと。ラウンド3さあブキャン固め、ちょっとペースが遅くなってたので手が温まってないか揺さぶるためのペースか。から残響しながらず間違えた。セルはなんで着地、あの着地できたのめちゃくちゃうまいですね。あの足を切れのポイントを狙うのが基本の行動ではあるんですが、あの弾きで、あのアクション切れる際の弾きでめちゃくちゃ流れ変わった。さあエンダーをされるあるか、ある。あー強すぎこのコンボ。ゲージ使ったのにゲージ回収してる。あるの。さあ武器刺さったが脱着は入らない。とかとかカメマカンで体力イーブン、ゲージを持つゴーさあとか差し込んでいったピッコロカーは刺さったと思ったらしっかりガールしてる。さあマソウとコンビネーション。さあ1対1のように見えて実は2対1と思いきやしっかりフルコン入って全体でフィニッシュ。ストレートで制していくのは壁セル。ここまで楽しめるとは正直思わなかった。このゲームフリーダさんのイメージ強い。さあ入ってきたのは16と。アタックはセルガワ攻撃で取っていく激強判定。ロケパンでどう見てもフレックスが打ちたいメガダックル。セルガ強一番から13番からベース取っていく。あー置いてあるヘルミトルが強いんじゃ。今日は使ったのか、今はなくてコミュニション、スピードモード、はい、TISS、結構最強、あー、漏れちゃった、系男子、あー、位置が悪いが、さあ、まだ魔法解けないぞ、ジングル固めていくのは、セル側、めくりナチュラルに当たって、ミドルから、スパイクが出ない、クレッツ、これは、そうっすね、あの、ワンチャンとかじゃなくて、ゲージ溜めにいったプレスだ。ヘルミドルからヒット確認、スパキャンタッチでインタラクター。さあこのスパキャンタッチメントが強すぎて話題に。ヒモル発動していっているので攻めていきたい、攻めていきたいがしっかりガール固めて、あとキャンセルコマ投げをさすがにガール硬直中。現在で逃げて魔法の時間を消化していく。だからスパキャンできないのでしっかり後方に攻撃していったが、おいしすぎる、おいしすぎてご飯が進む。
によるだからセール払ってる高橋しっかりしている強すぎラウンド3あー16号不の時代が続くが春来た春来た春あるでうららあるからあるよあるよもう一回もうワンチャンスゲージ持って回収したいアコミネーションマコリックが刺さっていってあー春来てるもう一回ワンチャンスさあ魔法解けてもう一回タッチマークやり直しあエンタイル刺さってこれを敵使わせた感あるんで中国が全然大丈夫でしょう。まずはもう2ストーンに行ってから2次刺さるがここで7つストーンからこれは2ゲージあるんでガードさせればヘルス2連で仕留めるそうヘルスがもう1回あヘルスが出ないいやーもったいないあじゃんはい差し込んでラウンド取り返すモンゲ16号ラウンド4を固めていくそれがしっかり弾いている繰り返してうまいぞ肘当たる頭当たるだけど回してる中距離のホーミングがほぼ刈られるああおいしく刺さってさあ攻め継続コパンで対空していくこれを刺さっているエンダイブダメージでかすぎただゲージ内に刺せるかるワンチャン、ボケダをワンチャンあるよ、よし、分担使っていきたい、これは、まあ、間に合わなかったが、まあ、安全にスピードモードを発生できたと判断、だが、今日は置いてあったんだ、しゅんごいの入って、勝ったのは、カーベセル。ルピッコロ対、カーベセル、開幕、お互い下がる。さあお互いの距離はカルスティックトップリックはビッグバトルスティックので大きなゲージのアドバンテージ受けてみろさあリソース使って体力はフルバトル4割から返し返してグルコンが入っていくゲージ吸収してさあこのゲージ吸収だとよく見えたがよしよしあと、あ今残響を使ったかあっ、ビッグバトルスティック受けてみろ最適なゲージの使い方をして1本取っていくキルピッコロラウンド2さあお互いにタップの様子からのエミドルがガルシン的な使い方をしてファーストアタックはセル側さあ単純に出力は非常にまずいさあ早速1本使ってさあもらっていくさあ仕切り直しからの立ち回りをもう1回中間で中に詰めてさあ、片手で行きますが、追いしすぎる、じゃんじゃん、かかって、ああ、逃げる、逃げる、いや、なかなか逃げなかった、ガード、この、ちょっと行きましょう、ああ、それがアクションゲージがないゆえ、逃げの1回打っていく、アクションを回避しながら、そしてなんかやっぱり2対1、受けてみろ、あっと、また出ちゃう、さあ、マスオのさすがにこれは逃げていたは嘘っぽいが、噛み合って、マスオのフォローもなしと。で、ジャンプ持って、ラウンド取り返すセルダは、お互いゲージ1本ないので、先に触って、ボールを取っていて、セルダが触って、ダメージ溜まった。記録あるぞ。パーシーンから大幅に取れる状況。ここ2対1、このゲームは1対1なので、マスオがいるので、2対1、今日はでもどっか行った、あ後ろ入ったが、さすがにフォロー間に合わない、だからゼルダをワンチャンしているので、テレビとかに気をつけていきたい、足を出ているか、なんで、ロケルを持って、結構、距離がなくなって、ヒットするのではないっていうが、このミス、ちょっと疲れが見えてきた。さあピッコロが大ピンチ受けてみろ下がってるさあいいのこれだとフルコン入ればフォロワーチャンスに殺せるかあーにやったあーにやったピッコロ最強ラウンド4ファイラウンド4
ロナーの強法でファンタカット取っていくゲージ OEC がこのゲームを壊す行為をしていく。さあマサが近づいてたんで通常コンボに行こうとしっかり画面で見ている。リスライム固めてゲージ回収と相手のゲージ体力を減らしていく。さあダッシュが入ったがその後のコンボを見せてしまう。ジャンク入ってさあダッシュから大きい攻め。さあジャンクを読みの引退打ったがピコロがしっかり見てる。見たら刺さったが刺さはできず、引退刺さっている。さあマスオがしっかり攻めていきたい。見えてる。おっとあードリームコンボがっつりと握手をしてお互いの技を使ったコンボを披露していく。勝ったのはさあ飲み物買ってきたので優勝していくことにするわ。始まっているとあでも PVP コロが入っていた。ここからを変えてきた。銀座から若干有利なのはピッコロ側ゲージもある。あ美味しい壁やられるから投げアクションがなくて攻めてるの壁背負ってるわ。おっと美味しいところにジャンケンさせたかったが腰に溶けてしまう。普段からとりあえずこのレコにしていく。壁やられにはならない。高さがありすぎた。あ美味しいのが刺さったがここには一血。さあヘリに立ってさあじわじわと距離がすごく緊張感がある。遊び終わりしっかり見たらから爆弾でリカ取っていく。さあ固められたらもう終わりだがおいしいの刺さってあとワンチャンスあるぞ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 出ない。だから任せてもちょっと微妙だった説はある。がぜんまだワンチャンスあるぞ。あと長すぎる足に引っかかっちゃってんだ。ラウンド取っていくカーベセルファンオタルがトリガーはガードしている。さあ10部隊の外からヘルミンドルがずるすぎて非常に話題になる。走った走った高さを取っていくセルガーはさあジースラからね。さあジースラからしっかり円台を当てる方向をしっかりしている。さあナチュラルにヘルミンドル刺さってどうぞラウンド2本取っていく。セル側はラウンド3心がワンチャンス掴んでいきたい。何かを刺したい。何でもいい。テニスを掴める何かきっかけが欲しい。おしゃぼんから今日1段円台でフルヒットヘルシーあリバサーマッカンが使ってつまりやり直しでいったことでダーンチャンクをガードさせてペースを握っていく。ダンジャク引っかかったが主に決意。ダンジャクダンジャク引っかかるのは上手すぎか。ダンジャクだったら中まで繋いでさあピッコロが優勢。さあ置き攻めチャンスまずは置かない体でいく。あー致命傷か。悪い壁やられからエンダイブ食らってストレートでセルが勝っていく。セルゲームすぎる。このゲームはセルゲームです。モゲダオタイノフ飛ぶ。はいごめんなさい。ですね配信の方は申し訳ないです。これで一旦切ります。でコメントも残したんだよな。続きはチャンネル2の方でやりますんで。はい、あとそしたらまたマイクの方お願いします。すいません。はい、この試合終わったらじゃあ切りますかね一回。すいません。Round two, fight!
大事な大事な10連戦目開幕ファーストアタック取っていくのはカビセル、ホーミングが強すぎる。打着コバンは相打ち、フェリンドラガードしているコハガード、打着噛み合って美味しすぎて攻め継続コバンタイク、イバサでエンダイ振っていくがガードしている。1がどっちも決め手にかける位置、あマスト振ったがシャザンカすらない、ボディプレスは当たらない。キスラ固めてヘニドル当たらない、ダウンしてった。めくりはガードからの、あ美味しいの当たったがキーが邪魔、ヘニドルは当たってんだ、このガード間に合わないと。美味しすぎる、あーダッシュ力が遅すぎて話題に。ヘルニードルからゲージ内のレスパキャンは免れる。このクヨリでバードしていく、しっかりスピードモード。さあロケパンからスピードモードワンチャン通す。さあもうワンゲージでヘルスかめれるか絡めればこれで終わるか。さあもう一回大きい攻め、刺さって負けない16個負けないからのエンダイブは無理強すぎ、それはズルということでワンランド取っていくセルガワ。ファーストアタック16個は2ゲージ美味しいぞ、壁があるんだ。ただリターン取れずにダウンと。さあ固めていくところにしっかりとバーチコリヘルズ差し込んで最大リターン取っていき、大きい攻めスピードモード強すぎて5パンを振っている、強気すぎる、スピードモードされてるのに強気すぎる。さあエンドダイブぶち込んでスピードモードも終わってしまった。スピードモード相手にあんなに攻めるのはちょっと強すぎるが、ヘルニードル刺さっちゃったのでスパキャンでフィニッシュと。ゲージは入ってあるから16号が全然ワンチャンある展開。ファーストアタックは両者どうしてし、ただ2ゲージ持ってる方が当然いい。あーっとこれ壁寄りだったがフレックスで終わってしまう。エゴバス置いてあるがさすがによく出てエンダイブしっかりしてるが、これは残りかが当たってしまう。ジースラーでダメショットいってフェリンドル、あーガード固めの16号ガードが食らってしまう。弾いてしっかりガードしている、マルセル・タカシ行ったり来たりして着地はセル側ギンタラ
なんか漏れか、ジスラっぽい、あー投げすか見てから連打余裕でした。強すぎて10連勝さあこのゲーセンはセルに挑むがなぜピッコロとか16号とか際のものばっかりなんだ。さあハーストが取っていくのはセル側、しっかりフルコンからスキルで持ってたワンゲージも奪い去っていって、出し強気でねフレーム有利尽くしてからジースラ固めてシグ弾いていたがフォローができず、コパンで拒否って投げ落としてから立ち回りやり直し、ぴょんぴょんしてる、ぴょんぴょんしてるセルが一番強いんだ。ハメハメ打ってるかガード、飛ばさせて、おいしいゲージあるのでマガン。ピコロ側ワンチャンスと言いたいがゲージが微妙にないので、お相当おいしい刺さり方をしないとワンチャンスでは持っていけない。はじきはじきからのエンダイ投げてみた、セルの足でしっかりとウォッチしながら試合は続いていく。インタラはガールシッターがヘルンゼルじゃない、ジャッジが刺さってしまう。バンバン、さあゲッシャー待ったぞ、さあエンダイブ怖すぎる、さすがに入らない。さあピッコロ側もワンゲージ使用してるんですが、たまるので差し込んで、おいしいの刺さって、しっかりとマカンまで決めていってラウンド先取していく。キリピッコロ瞬間、開幕瞬間はやりすぎ、やってたか。さあ美味しすぎるジャックホーミングが刺させて、コンビネーションからエンダイブ、エンダイブフルヒットコース、強すぎマコホール拒否、カメでなぜか後方返ってくる、ヘリンドルが強すぎ、この禁止を置いてあったが、さあマカは溜めているところに武器が刺さって、さあピッコロが大ピンチ、ゲージもない、なるべくこれ長引かせてゲージ回収しながら死にたいですね。あー置いてある、本当にエンダイを回してるこの男。ラウンド3、さあファーストアタックはセルカはさあ2ゲージまで溜まっちゃって有利すぎて吐きそう。このままはこの距離しっかりゲージ溜めてから攻めていきたいんですが、なかなかでもゲージ溜め手段が一応魔装のチョワチョワしてるとゲージ溜め、おー噛み合ってたらセルガはゲージ持ちすぎ、強すぎ入っちゃった、あれ入ってるか。さあこのスパキャンはだいぶ温まった、スパキャンからの攻めてピンコロ側はマジ機械のスピードに強を差し込んでいく、飛ばさざったが起きてない、おいしい耐えてからのアクションが切れて今後中断。さあただこれ今後中にゲージ溜まるんでジャンケンさせたら当然勝ち、かさっておいしいのマジ機械からバカン、バーしこれダメージ取って2ラウンド先取していく。あの4、あマサとりあえず置いてくる、さあ瞬間の距離詰めてくるか、マサどこ行った、マサどこ行った、あー引っ張って弾く、うますぎ、安定弾くがうますぎる。さあ今甘く怖かったが強化だったので問題ないと、しっかり使ってあんでダメージエンダイブ取っていく、これヒットリスラ固める、ハマスと噛み合う、攻め継続、たまらないさすがに入らない、まさから上伸ばしたので硬直に刺さっていく、インタロは寄っていってタックコハがうざい、リスラ固め怖い、おー回してるエンダイブが腕伸ばしたところに刺さってフルカウント、ただゲージはピッコロ有利、有利を生かしたのは朝で取られてしまう。さあセルカは出しが当たってジースラでダメージはつくまめ、見ている見ている、動きでしょう、見てボタンを押している、さあ始めから、さあ勉強してもああいううちコパンが長すぎて、おいしいな、しかずとりあえず拒否して、でおいしいのが刺さって初期回からフルコンを足して、さあ起きてね、さあジャコーガード
あれ遠距離戦さあ、セルガはゲージないぞ。これはかなりワンチャンあるとできる。さあ、ピッコロ側ここ5秒ぐらいできるか。ちょっとセルガはワンゲージ溜まったのでちょっと怖いんじゃないか。いつでもエンダイブ打てますよムーブが見えている。で、エンダイブ打ってゲージ空っぽになっても俺の方が強いよムーブが見えている。まさかコンボよりもぶっ飛びに使ってきそうな気がするか。しっかりヒット確認してたんだが浮きが低くてガチメと当たらず。さすがに張り込んで勝っていったのはキルピッコロ。キャラも対策している。キルピッコロ対モギ16号の回収としっかり部下はガードしてフリックス固めていく。強砲でファーストアタック取るのは16号側。キコハマイケルがかすらず。さあマストブンブン振りまして、さあ強盤長い長い。さあ魔法は範囲外からぶっ込んでいく。差し返してお互い拒否していく。さあ決定打はお互いにない状況。ずっと渋滞でいったところで美味しいのがまず刺さったのは16号側。フルコンからスピードモード。さあ早すぎて早すぎて早すぎて操作できていない。大丈夫か。強すぎる力が身を滅ぼしている説ある。カメラ美味しい。ここつながってて本人も驚いてこもいけず。さあもう一回勝ち上げてジャンキョーから雨なかった。おいしいダメージになりそうな気がする。マソーと一緒に攻めていく。時間をしっかり使って選択。マソーがフィニッシュ。ラウンド選手していくキルピッコロ。ラウンド2あ、後半スタートしっかりガードしている。しかし惜しくてマジ結界からフェイシフェイシとダッシュジャクで奥攻め重視。もう一回誘って美味しすぎる。今日のカメマカン死なないが強砲でも死んでしまう。体力通常投げ太いタグ通していって、さあまだ巻くる気満々巻くる気満々。ゲージ吐いてやられんと。ガードもしっかりしてったがもう一回強砲ミングで差し返してラウンド2本取っていくキルピッコロ。さあ第3ラウンドもバーしっかり決めていったのはキルピッコロ側。さあ強砲停止から投げ見えていたがコンビネーションで差し返してスピードモード。しかしスピードモードにも相手にかかわらず差し込み返していく。メガタックさすがにさあヘルズでフォローな投げ見えたがまかんでゴリッと勝っていくのはキルピッコロ。地球を舐めるお互い大味なキャラで開幕コールは四隅。コア刺さってワストアタックはピッコロ側。マスを巻いていたが引きずり抜けて白子がワンコンボ。ゲージ溜まらなかったのでスピードモード一気ツーコンビネーションからゲージ溜まってスピードモード。あー SSSS 16号最強強最強投げてチャンス刺さった。押してペシペシカーブからなかんと。さあしっかり時間を使ったコンボでスピードモードは終了。さあ16号がこれ体力有利は16号だがゲージないので辛すぎてピッコロ有利気持ちいい。さあピッコロワンラン取っていく。そしてワンゲージ保持状況強すぎる。お互いファーストアタック判定に入れて30ポイント獲得。触っていったのは16号スピードモードからジャンキを置いてあった。強すぎて投げは通らずマジ漏れたコンビネーション。さあまだ続くめくり見えるか。折り込ま投げ強すぎ。さあこうペシッとさっそこに込ま投げもう一回。さあ16号でやりたいこと全部やってる説ある。さあ1ラウンドずつ取ってこのロケパンは漏れ何か見えた。さあ固められていく。さあこうゴーハとさあジャンキルのところああ惜しい。アクションを切るところにぶち込みたかったか。ジャンキョジャンキョ刺さった。あの立ち上げてここも途切れる。さあどっち回りやり直し。そうかフレックスエルスのデカキャラコンボ出しかけてない。今日刺さって下界。さ
あウパいるのか、ウパいるのか、かまそうかな。ちょっとフレックスでニッコリ戦をかましていく。フレックスからスパケはしない。右刺さって余すともバースも刺さって美味しくて当然コンビネーションでフィニッシュ。ラウンド2本取っていくのはもうゲ16号ラウンド4。さっきも浜石田が16号は上行ってた。ガチャがしっかりガード、パソもガード、伸びてる腕もガード、ガードが硬い。さあこのモゲダを阿部さんに阿久さんと戦いすぎてガードが硬くなりすぎたと話題になってる。さあといったところでジャックも差し込んで亀マカンで試し取っていく。さあデカキャラコン入れて、あとはちょっと足が遅すぎてコンボいけない。マジンでかい押してでかいダメージがからの、あそう、さあ肘刺さってるがプレスが見えたからの、これは見えてるのかさあアクション切れの瀬戸際でしっかり読み合いを通していった。勝ったのはモゲダオ